ジョン・ランバート・ジョン・ランバートは、心境と革命期のイングランドの軍人、政治家。はじめ軍人として出世、オリバー・クロムウェルに仕えてからは政治にも、手腕を発揮、イングランド共和国体制下で法律の知識を活かし、イギリス史上初の成文憲法である、統治商店基礎の中心人物になった。ヨークシャーのジェントリーの家に生まれる。ケンブリッジ大学と法学院に学び、 1642年から第一次イングランド内戦が勃発すると協議で兵を集め、騎兵隊長として議会派に身を投じた。1644年のマーストンムーアの戦いに参戦し、軍で頭角を表し、1647年にヘンリー・アイアトンと共に権利要目の起草に当たった。1648年に応答派に交往したスコットランド軍が軟化して、 第二次イングランド内戦が起こると、ニューモデル軍副司令官、オリバー・クロムウェルと合流して、プレストンの戦いで、スコットランド軍を撃破、敵将のハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンを捕らえる手柄を挙げた。1650年からの第三次イングランド内戦でも、軍事的才能を発揮、9月3日のダンバーの戦いでは、チャールズ・フリートウッドと共に、騎兵隊を率いて、 スコットランド軍右翼を奇襲、ジョージマンクの不評部隊と共に敵軍を戦場に拘束して勝利に貢献した。戦後クロムウェルらと共にスコットランドへ進行。翌1651年7月20日にインバーカイシングの戦いでスコットランド軍に勝利し、ファイフを制圧。9月3日のウスターの戦いはトマス・ハリソンと共に敵の襲撃から本人を守り抜いた。 同年にアイアトンが休出すると彼に代わるクロムウェルの政治におけるブレーンとなり、軍ではハリソンと並ぶ派閥の長として台頭した。旧進派の第五王国派に属するハリソンに対しランバートは恩恵派を率い、ハリソンと共にランプ議会の武力行使による解散を主張し、1653年4月20日のクロムウェルとハリソンのクーデターによるランプ議会解散につながった。 しかし、解散後は、次期政権の構想が採用されず、ハリソン案がクロムウェルに採用され、7月4日に、ベアボーオンズ議会が誕生すると反発して陰性したが、ほどなく議会が、急進派の暴走で混乱すると、ハリソンら第五王国派と離れたクロムウェルに近づいて、復帰、議会内の保守派に働きかけて12月12日に、ベアボーオンズ議会を解散させた。急進派に失望し、 保守派に傾いた、クロムウェルの意向に沿い、軍の主管会議を主導し12月16日に、統治商店が交付、クロムウェルが五国協に就任し、統治商店を法的根拠とする、五国協時代が開始された。統治商店には、議会と五国協の共同統治と、立法、行政のチェックで、権力均衡がなされているように見えるが、実際には、五国協に、 有利な項目が多く議会の権限が弱く、選挙介入や議員の犯行を認めない項目もあり、事実上五国共独裁を正当化する憲法であった。ランバートは名目上五国共を建制する機関である国務会議の委員になり、1654年9月3日に召集された第一議会から憲法を作る立場にあるのか疑義を呈され、 議会権力が弱い統治焦点の内容も非難されたが、翌1655年1月22日に、クロムウェルが議会を解散させたため追求は防がれた。同年8月に、軍政官の一人に選ばれ反対派を取り締まり、外交にも参加し、反フランスを主張、クロムウェルが計画した西インド諸島遠征にも反対した。ところが、 1656年に召集された第二議会が1657年にクロムウェルに国王即位を求め旧体制の復活を図り、統治商店の修正案として謙虚な請願と勧告が議会から出されるとクロムウェルの即位に反対した。国王にはならなかったがクロムウェルは統治商店修正を受け入れ、かつての王政に近づいた政治構造が出来上がっていったが、 ランバートはこれに不満を抱き再度陰性した。翌1658年にクロムウェルが死亡、後を継いだ息子、リチャード・クロムウェルが軍と対立し1659年に五国境を辞職すると復活したランプ議会と軍が対立、混乱に乗じて復帰したランバートは8月の王党派の反乱を鎮圧し軍を掌握、10月に議会を締め出し、フリートウッドと共に、 軍事政権を樹立した。だが、周囲の支持を得られず孤立、その隙をついて、スコットランドから南下したジョージマンクの軍勢を迎え撃とうとして、失敗、部下に逃げられた上自分自身は捕らえられ、軍事政権は崩壊、マンクの尽力で王政復古が成立したアトロンドンとへ投獄された。1660年に脱走して挙兵するが失敗。 再度捉えられ1662年に死刑宣告されるも原型、以後は死ぬまで獄中とがアーンジー島で寄生を送った。静かに庭で過ごすことと花を育てることを愛したと言われ、クロムウェルに仕える前はトーマス・フェアファクスから手ほどきを受け植物愛好家になったとされる。議会派を噴視した応答派のトランプにはハートの鉢にチューリップを右手で持っている姿が描かれ、 黄金のチューリップのランバートナイトというキャプションが付けられた。今井 P122、松村 P404、清水 P131P132、今井 P164P165、松村 P404P405、清水 P177P178、P182P184、ABCD 松村 P405、P 今井 ,P188,P194,P195, 田村 ,P170, 清水 ,P197,P202,P203,P206,P207, 今井 ,P202, 田村 ,P174,P176,P245,P273,P274, 清水 ,P211,P214,P227, 清水 P231P237 清水 P263P265 友もき P38P41 飯田 P85P86 飯田 P86 ありがとうございます。